こんにちは、パタヤチャンネルです。今回はとんでもない盛り上がりだったナックルアウォーク&イートフェスティバルの初日の様子をお届けしたいと思います。事前に場所を調べずに、とりあえず行けばわかるかなという感じで、ずっとナックルアの奥までバイクで走って行ったんですけれども、ちょうどナックルアのフィッシュマーケットの横あたりからスタートしてました。パタヤ市内からちょっと離れたフェスティバルになったんですが、この通り自体をウォーキングストリートに変えて屋台が立ち並んでるというフェスティバルになります。当日近くまでソンテウも走ってたみたいなんですが、基本的にバイクとか車とかで来るような場所になりますので、あんまり人はいないんじゃないかなという感じで行ってみたんですけれども、だいぶ予想が覆りまして、めちゃめちゃたくさんの人が訪れてました。ここも全員入り口で検温して手の消毒をしてシールを貼ってもらって中に入るという形になります。で、最初にもう結論から言っちゃいますと、めちゃめちゃ楽しかったです。実は僕自身こういったマーケットとかフェスティバル系行くときには必ず食事をしてから行きます。本来であれば空腹で行って買い食いしながら撮影するというのがベストだとは思うんですけれども、僕自身一人で撮影してますので、手がベタベタになったりだとか、あと手に荷物を持ってとかだと撮影ができなくなってしまうので、基本的には撮影中は一切買わないようにして、本当に欲しいものがあったら撮影が終わった後に購入するという形にしてます。ということもありまして、撮影中空腹でこんな映像を1時間2時間撮ってたらかなりの拷問なので、お腹を満たしてから行ったんですが、それでもめちゃめちゃ食べたくなっちゃうようなものがたくさんありました。で、このマーケット毎週土日開催されるというものになるんですが、当初の予定ですと12月後半から2月までやる予定をしてたんですが、コロナの影響で一旦中止になりまして、今回初日の3月13日に行ったんですけれども、4月25日までの毎週土日に開催されます。ナイトマーケットということで、夜の間だけ車の通る道を歩行者天国に交通規制しますので、夕方4時ぐらいからだいたい夜の10時頃まで開催されています。途中ステージが3カ所設置されてるんですけれども、そこではバンドの演奏があったりだとか、あと子どもたちが出てる催し物がありまして、すごい数の人が見学してました。そして伝統音楽なども演奏してました。そしてマーケットの至る所でソロで歌ったり演奏している学生さんがちらほらといました。そしてここ最近タイの店先でよく見かけるこちらのマークなんですけれども、現在タイの国民の方は国から給付金があるんですが、キャッシュでは使えなくて、このマークがあるお店でアプリだけで支払いができるということになってまして、外国人の僕らには直接は関係ないんですけれども、結構タイ人の友達にこのマークのお店で奢ってもらう機会が最近増えました。そしてこちらのフェスティバルのメインは食事になるんですけども、それ以外いろんなものも売ってます。意外に女性の方に人気だったのがドラえもんとかキティちゃんとかのストラップを売ってるお店で、人がたくさん並んでました。あとちょっと笑っちゃったのが、歩幅前進をする軍人さんのおもちゃとかもありました。そして一番人気だなと思ったのが、このジャガイモを揚げたフライドポテト屋さんになります。実際に目の前でジャガイモをスライスして、それを目の前で揚げるという感じになってまして、すごいたくさんの人が並んでました。
白い液体をつけたりだとか黒い液体をつけたりして揚げたりしてたんですけれども、結構大きいんですけれども1個25バーツということもあって人気だったのかなと思います。ぶっちゃけて言うと他に美味しそうなものが本当にたくさんあったので、僕的にはこのポテトはあんまり惹かれなかったんですけれども大人気でした。そして寿司屋も何軒かあったんですけれども、真ん中ら辺にあったこの寿司屋が一番人気で、もう常に2人の方がすごい勢いで作ってました。比較的軍艦が多かったんですけれども、その中にイクラっぽいものもありまして、ちょっと興味もそそられましたし、サーモンの握りもちゃんとしてて、普通に10バーツには思えないぐらい美味しそうでした。1貫5バーツから10バーツで、10貫買うと1貫無料というよくある料金設定なんですけれども、ここのお寿司は大人気でどんどん売れていきました。そして基本的にあんまりスイーツ系食べないんですけれども、何店舗か美味しそうなお店がありまして、ここのドーナツとかケーキも美味しそうでしたし、めっちゃカラフルな生クリームいっぱいのロールケーキもそそられました。そして比較的珍しいお店としてはこちらタマリンド屋さんになります。砂糖がいっぱいまぶしてあるものも売られているんですけれども、僕はそれはあんまり好きじゃなくて、もう本当に普通に乾燥させたこのタマリンドの中身だけを取って食べるのが甘酸っぱくて大好きです。そしてタイではよく誕生日パーティーとかに出てくるこちらが豚の丸焼きになります。こういう市場とかで見ることはあんまりないので結構珍しいかなと思いました。そしてやはりナックルアのフィッシュマーケットの真横ということで、新鮮なシーフードの食べ物もたくさん売ってまして、そういったお店にはしっかりと行列ができてました。イカやタコを串に刺してバーベキューにして売ってるお店も何軒かありましたし、クンパオというエビの丸焼きも結構人気で飛ぶように売れてました。ただ僕が一番美味しそうに思えたのがこちらのヤム屋さんになります。生のシャコだとかカニ、あとイカ、もう本当にですねシーフードをメインとしたヤムがたくさん売られてまして、このシャコのヤムもなんと50バーツということでした。このナンプラー漬けのようなシャコもめちゃめちゃ美味しそうでした。あとおまけなんですが、この定番の虫の屋台もありました。先ほど途中のステージはご案内させていただいたんですけども、一番端っこにもステージがありまして、その目の前にはテーブル椅子がたくさん並んでますので、こちらで飲食することも可能になります。ちょっと川は綺麗ではなかったんですけれども、運河沿いという感じで雰囲気はすごく良かったです。あとこのステージなんですけれども、3月27日の土曜日、最終日の4月25日の日曜日は人気のバンド、シンガー等のコンサートがあるみたいで、かなり盛り上がると思いますので、そういった日に狙っていくのもいいんじゃないかなと思います。以上、今回はナックルアのウォーク&フードフェスティバルのめっちゃすごい数の人が来てた様子をお届けさせていただきました。今回は僕自身撮影メインでしたので、次回は完全プライベートで絶対来ようと思ってます。ただここは空腹で行くと買いすぎる危険があるので、行かれる際には十分に気をつけて行ってきていただきたいと思います。次回あさっての動画は、実はパタヤには隠れた名店がめちゃめちゃ多いインド料理屋の中から、ダントツ僕の一番おすすめのお店をご紹介したいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。